Now! 皆さんおはようございます。つっちーです。今日も朝からよろしくお願いします。それではメール読んでいきましょう。つっちーさんおはようございます。僕は食いしん坊でいつもお腹がペコペコです。そんな僕でもお腹いっぱい食べられるメニューを教えてください。ただ僕はオリーブオイルが苦手なので使わないでください。なるほど。オリーブオイルを使わない料理。わかりました。今日はつけ麺です。今日作りたくなる簡単レシピを紹介。モコズキッチン。それではまず、食材の紹介です。鶏ガラスープ、ごま、豆板醤、醤油、砂糖、付け合わせ海苔、メンマ、チャーシュー、ネギ、麺と、それではまずつけ麺のタレを作っていきましょう。砂糖、醤油、豆板醤を混ぜタレを作ります。それでは続いてネギをカットしていきます。ネギは細かくみじん切りにしましょう。では続いて麺を茹でていきます。こちらの鍋に、水を入れていきます。水を入れていきます。水です。火にかけて沸騰させます。沸騰したお湯が沸いたら麺をほぐしながら入れていきます。通常ですと5分ほど、茹でれば、完成なんですけども、ちょっとこちら特殊な水を使ってますので、自分の判断で揚げてください。麺が茹で上がったらしっかりと湯切りをしてお皿に移します。それでは先ほど作ったタレに、スープを足していくんですけれども、こちらですね、先ほど温めておいたこちら、スープを、足していきます。特製のスープです。間違いございません。スープを、足していきます。スープは入れておきましょう。さらにネギ、ごま、トッピングのメンマ、チャーシュー、海苔を入れて、そしてちょっと彩りが足りないなと思ったら、こちらオリーブの実、今日はたっぷり7個使っちゃいます。これで特製つけ麺の完成です。ついにツッチー流つけ麺の完成。そのお味は？オリーブオイルを感じさせないさっぱりなつけ麺です。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。今回の動画はどうだったかな。他にもおすすめ動画があるからチャンネル登録して見てくれよな。 Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。